丈夫だったかな、あの人。まあ一人で歩けてたから大丈夫だと思うよ。でもすごい血だったよ。だって私足がすくんじゃってたもん。そうだよな。いや俺はさ、あれよりひどい光景たくさん見てきたから、なんかどっかで血に鈍化になってんだよね、うん、日常の中に死が溢れると人間の心まで爆弾みたいになっちゃうんだ。法律とか道徳も全く意味持たないし、死ぬのも全然平気になるし、命をさ犠牲にすることでしか人間の尊厳を守る術がなくなるんだよ。なんて生きながらにして死んでるみたいなもんだ。またパレスチナに行くの？いやもう行かない。また行くのかと思ってた。あの少女の写真大切に飾ってあったからさ。もう行きたくないよ。どうして？人間がさ目の前で殺されようとしてるところを平気でシャッターを押すような人間になっていく、なんか自分の感情を失われるみたいで怖いんだよね。俺は報道カメラマンとしては失格だよ。いい写真なんか撮れないよ。写真を撮ることって喜びや悲しみを誰かに伝えることでしょ。私には伝わったわ、あの子の悲しみが。あなたがあの写真を撮ったから、だから私はあの子の悲しみを共有できた。いや、気休めはいいよ。気休めじゃない。